た。来た。たー。ごめんなさい。電波悪すぎ問題で手こずってました。こんにちは。今日は舞台2日目となります。よろしく。ドスッピン失礼いたします。2日目頑張ってきます。めっちゃ寝てさっき起きました。ね、これ似合ってない？ネイル結構。こんにちは。舞台2日目頑張ります。眠い。逆に寝すぎたかも眠いかも。髪の毛が、前髪が言うこと聞かなかった。今日はね、舞台は夜公演だけです。体調は大丈夫です。パッ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 。頑張るよ。前髪流してるの久しぶり。確かに。ご飯は今から食べます。お昼ご飯食べます。目に気合がちゃんと入ってるから大丈夫。確かにね。確かにそうかも。でもね、前、まあ髪の毛はまあこの髪型じゃないからいいか。ウィッグかぶるし。とんかつ、え？とんかつ食べたの？いいな。こんにちは。お、今日来てくれる。ありがとうございます。今日はそうですね、今日の舞台で私がやりたいことは、昨日できなかったこと、アドバイスいただいたことを取り入れるっていうことですね。昨日より今日、今日より明日っていう感じで、千秋楽に一番自分の満足のいく演技ができたらなと思ってます。なんか正直自分が演技してる時とかやってる時ってなんか無心というか、もう頭で なんか考えずにわーって自分が思うように感情を表現してるので、なんかどう映ってるのかやっぱ分かんなくて、なんか周りの方たち、周りの人たちがさ、すごく良かったよって言ってくださったりするじゃないですか。でもなんか
まあ、お芝居って答えがないというか一つしか、 なんか正解がないっていうわけじゃないので、まあ、私にアドバイスをなんかこうしにくいのかもしれないけど、その好みがあるからさ、演技のあれにも、けど私がこうなんかやるべきこと、どう頑張ったらもっとレベルアップできるのかっていうのを、まあ今日はちゃんと聞いてからっていうか、自分からそれをこう課題を作ってそれをこなしていけるようにやりたいなって思います。演出の方からここはこのシーンはこうした方がいいとかって言ってくださるんですけど、今日はまあ2日目ということで自分で目標を設定したりしてやって、でそれで聞いてみたいと思います。うん、でも私の中のその課題が結構、まあもともとそんなダンスが得意な方じゃないから、まあ、ダンスを頑張るとか、あと、まあ、私はリズムチームで歌を結構重要視されてると思うので歌をもうちょっと頑張るとか、褒めていただく言葉は素直に受け取って、まあ、もっとできそうな部分は貪欲に自分から積極的になんかね、もうちょっと聞いていけたらなと思います。そんな感じです。喉の調子、結構一日でガラガラかもしれない。喉のケアをしっかりして臨みたいと思います。私はさ、昨日が初日だったからさ、ダブルキャストだったから、でもシングルキャストの皆さんって本当にね、大変、喉とか体力とか、喉以外にも体力とかがさ心配ですよね。みちゅさんが本当に心配、23シーン中22シーン出てるんですよ、本当に。でもさ、みちゅさんってさ、なんか自分の管理はしっかりしてるし、あとなんか周りのこともすごいこう気にかけてくださるので、私ができることってなんだろうってすごい考えるけど、でもやっぱり一緒に演じる上で仲間なので、私もね、できることはみちさんの支えになれるであればね、座長の助けになりたいです。そんな風に思いながら応援にも臨んでます。うん、やっぱり隣でね、隣にいるのが同じ STU のメンバーとしての仲間なので、舞台でも仲間だし STU からのグループとしても仲間なのは唯一私だけなので、はい、何か支えになれることがあったら、はい、私も助けたいなと思ってます。
高道 FC さんギフトありがとう、カタカナのトカさんありがとう、コウジさんファイトありがとう、フラペチーノさん、さやたんさんギフトありがとうございます。藤正さん、キヨさん、ありがとう。あ、あの、いろいろバズリズムとかフェスとかが発表されましたね。楽しみです。めちゃめちゃ楽しみ。息をする心、これからどんどん披露していけるんだろうな。早く MV 見たいよね。白黒っていうのがかっこいいよね。わかる。新曲の建物見に行く？マジで。屋上だからね、聖地巡礼できないよね。ね、MV 楽しみ。早く私も見たい。こんにちは。アイコジの出てる公園もそろそろ見たくなってきたね。1ヶ月出てない。3月のやつに出ますよね。公園ね、出たいな、早く。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ランキングを読んでる間にテロップが出るかな。13位青鷹さん、12位世紀末の人間さん、11位カラさん、10位ユウさん、9位フラペチーノさん、8位キヨさん、7位ソリオさん、6位山椒さん、5位ウリンチャソー、4位クジマサさん、3位カタカナのタカさん、2位コウジさん、1位は坂道 FC さんでした。ありがとうございました。お、今日毎日配信1111日目だったんですね。素晴らしい。1111ポッキーの日だ。1111夜配信はできたらやりたいと思います。ワン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 はい、テロップ出た。では皆さん、またねー。